キュージャルケミクス、あ、やってきたと思います。今日はですね、後ろにいるこいつ、ギガノトサウルスのテムジンに、やってはいけないこと5選を動画にまとめていきたいと思っております。やっぱりね、ギガノトサウルス、めちゃくちゃ悪の中でもロマン生物で、超強いんだけど、やっぱテイム難しいんだよね。で、俺もね、最初やった時マジでね、失敗して、昏睡管理をやらかしたんだけど、そんな感じでやっぱりギガノトって結構落とし穴が多く存在していて、マジで強くて難しいというところなので、本日はですね、こいつをテイムするコツというか、やってはいけないことというところにフューチャーしていきたいと思います。ということで本日の目次はこちら。1つ目、ギガノトサウルスについて、2つ目、ギガノトサウルスのテイム時やってはいけないこと5選、そして最後におすすめのギガノトのテイム方法やっていきたいと思っております。ということでですね、本日のまず第5名はギガノトサウルスなんですかっていうところなんだけど、まあこれはね、知ってる人多いかもしれないので、まあざくっとね言ってみたいと思うんですが、まあ、ギガノトサウルスね、まあ、見ての通りもう超クソデカ恐竜なんですね。で、一応ですね、こいつ、まあ、野生恐竜のボスみたいな感じの扱いで、圧倒的な攻撃力、圧倒的な HP、圧倒的な気絶値を持った超化け物の恐竜なんですね。しかも、鉄剣剤じゃないといけないので、石剣剤以下は全部ぶっ壊してくるっていうね、超絶望的なやばいね、生物になってるんですね。なので、かなりですね、強くて、で、まあやっぱりね、初心者の人とか挑んじゃうと、結構ね、ミスることが多くて、さっきも言ったんだけど、俺は最初アイランドでやった時、まあ見事に、気絶値管理を甘く見て失敗して起き上がらせてしまったというね、絶望がもう一回やってきたというのがねあるんですよね。なのでギガノトサウルスのテイムって結構ね、まああのベテランサバイバーはなんか頭に入ってるというか体が覚えてるので、まあこれ注意しないといけないよなっていうのは自然できると思うんですが、今回はそういったものを言語化して、まあ僕がねやるときに気にするポイントっていうのを5つね、あの書き出してみて、こういった形でやるといいんじゃないか、こういうのはやんない方がいいんじゃないかというところをねやっていきたいと思っております。ということなので、早速ですね、ギガノトテイム時にやってはいけないこと5選ですね、見ていきたいと思います。で、まず1個目はね、これ俺ね、まあ普通にあのベテランサバイバーになった後もやらかしたことあるんですけど、麻酔薬と麻酔矢、まあ、麻酔弾でもいいね、麻酔銃のね、電撃麻酔弾とか、あとはクロスボウの麻酔矢を、甘く見積もるです。はい、これマジでやめた方がいいです。はい特に序盤とかはですね、あのクロスボウ自体も壊れがちなので、大量のクロスボウと麻酔矢、そしてこの超大量の気絶値と超高速で回復する気絶値っていうところをちゃんと管理しないといけないので、大量の麻酔薬と寝かせるまでの大量の麻酔矢とか麻酔弾が必要なんだよね。で、ここを甘く見て、まあ200本ぐらいとかでいこうかっていうと、マジでやべえから、まあ思考のクロスボウで、まあなんか2、300本とかだったらまだあれかもしれないけど、原子クロスボウとかだとマジで地獄を見る。やっぱりなんかミスることもあるし、あとはなんか意外にね、なんかその回復の速度が尋常じゃないので、そのリロードしてる間、壊れたクロスボウの入れ替えの間、弾をあの外したタイミングとかでギュンっつって、こいつの気絶値バチクソすっごい速さで回復するのね。なので思った以上にあれ足りないとかってガチでなりがち。まあ、あの後半の思考ライフルとか思考クロスボウがある前提だと、まあ、なかなか起きづらいんだけど、まあ、それでもねやっぱりね300本とか持ってた方がいいんじゃないかなみたいな感じで、原子とかだったら500、600とかは持っておくと安心かなみたいな。何が起きるかマジで分かんないから、本当にね、あの麻酔矢とかクロスボウの数、原子的なクロスボウだと特に耐久値が低くて壊れやすいので、本当にね、あの多くの矢とかクロスボウ本体とかを持っていくことっていうのは油断しないって感じ。本当にね、甘く見てるとマジで寝なくて、麻酔矢200本だけあのなんか無駄にして、でクロスボウを5本ぐらい無駄にして壊しただけで何も生まなかったという絶望的な状況になります。はい、クリスタルアイルズの生放送で僕それをやった気がします。はいということなので、皆さんね、あの気をつけてください。で、麻酔薬に関しては、こいつガチであの回復速度、気絶値の超速いから、本当にもうちゃんと最初から持ってないとマジで無理っていうのは、一回帰ってる暇ないっていう感じだから、本当にね、あの昏睡値の蓄積がなくなった瞬間、爆速で気絶値が減ってって回復するので、すぐ起き上がるんだよね。で、さらに具体的に言うと、麻酔薬っていうのは100個ワンサックね、これで 12.5 分間かけて4000回復するんだよね、気絶値を。
で、あの、傷つきを回復するっていうか、あの、蓄積させるね。で、さらに言うと、2スタック200個で、25分かけて8000の気絶値を上げていくというような仕組みがあるので、実は一回気絶値をあの回復させておいて、で、あの麻酔薬を入れて自分で時間をコントロールする。例えばあの麻酔薬10スタック入れれば120分ね、ほっとくことが可能ですし、みたいな感じ、4万の気絶値を回復させることによってね、っていうのもあるので、まあ、そういった形でね、あの気絶値管理というものをやって、まあ、放置すればいいんだけど、それをやらずにあの甘く見てね、気絶の管理を失敗するとやばいことになるので、まあ、ここだけね覚えていただけるといいんじゃないかなみたいな。麻酔薬100個で 12.5 分気絶値4000、これはねマジで覚えておいた方がいいかなって感じ、ギガントやるときはっていう感じなので、まず第1個目が一番多分俺重要かなと思ったんで持ってきたんだけど、麻酔薬と麻酔や麻酔弾とかをちゃんと用意するって感じで、使い方もちゃんとね考えるというところですね。で、次なんですけど、次はですねトラップですね。トラップは金属でいきましょう。で、これね、石のトラップで、あの、間違えて作った場合はですね、もうマジで普通に破壊されるから、あの、皆さんね、お気をつけください。で、一応ね、試しにね、あの、石の土台適当に置きます。ダメージ出ます。はい。こんな感じです。ダメージ出てますね。104、104。僕はクリエイティブだからダメージ出ないんですけど、この、土台はもう傷をついているというような形になっているので、あの、普通に気絶値が超絶ね、多いので、かなりのね、長時間ね、あの、打ち続けないといけないので、その間に、まあ、大体石の建造物なんてぶっ壊れるから、ちゃんと耐久値が減らない金属でトラップは作りましょうとか、ここミスるとマジで最後の最後で事故るからっていう感じになるので、トラップは必ず金属で作りましょうっていうところが大事ですね。石はぶっ壊しますっていうのは覚えておいてくださいっていう感じになっております。で、次なんだけど、次はねマジでやばいんだけど、ですね、ちょっとね試しに、まあ、何でもいいんですが、エクウスとかを生物として出してみますね、モッドで。で、このエクウスどんなか見てほしいんだけど、あ、秒で死んだ、うん、秒で死んだね。ちょっと HP 多いやつ出そうか、うん、ガスバックとか出そうか、うん。で、ガスバックのレベル300をちょっと一旦出すんだけど、まあ、こんな感じ、今ガスバックめっちゃ出血してるじゃんっていう感じで、あの、こいつの攻撃の特色としてはですね、なんと、あの、出血攻撃を持ってるんですね。で、この出血攻撃がアークは最強なんだよね。パーセンテージダメージをひたすらゴリゴリ削っていくから、これはね、ディノニクス VS ドラゴンでね、やっぱりね、すごい身に染みると思うんだけど、そのアーク最強の攻撃を通常攻撃のギガノトさんお持ちです。ちなみにテーム後の僕らの、ギガノトは持ってないです。はい。で、さらに言うと、その出血には鈍足がついてるから、ワンチャン逃げられないんだよね。こいつマジでストレートの足は速いから、ちょっと曲がり角とか旋回速度微妙なんだけど、図体でかくて一歩がでかいので足速いんだよね。なので、あの、この鈍足になっている状態で普通にしばかれるっていうのは全然あるから、マジで気をつけた方がいいっていう感じ。ちなみにプテラとかだと、まあ、あの、出血とか強いし攻撃強いんで、まあ、鈍足関係なく秒でしばかれる可能性あるんであれなんですけど、まあ、ワイバーンとかグリフォンとかそういったもので引く際にはご注意くださいとか、まあ、そんな感じになってますかね。マジでね、あの、攻撃力バケモンなんだよね。で、そこら辺がちょっとねやばいので、まあ、やっぱりですね、あの、本当に最善を尽くさないと、注意しないと、まあ、注意しててもなんなら事故起きるレベルっていうぐらい、すごくね、あの、ワンミスで死に至るという超絶強い攻撃力と、あとは出血持ちになってますので、これがマジでやばいので、安易に攻撃は食らわない方がいいですよっていう感じですね。まあ、普通の恐竜だったらさ、まあ、2、3回かじらせてじゃあ行こうかっていうのやるんだけど、それ結構ギガノトでやると危険ですよって感じなので、万全を期した状態でそれやんないとマジでやばいっていう形になります。極力そういった噛みつかせて引くっていうのはやめた方がいいかなっていう感じで、あの、ちょっとね、プラスアルファの、まあ、なんていうかな、概要というか解説になるんだけど、ギガノトサウルスって野生個体って実はブーストされてるんだよね。テイムすると実は弱くなって、野生個体って実は HP が8万固定ぐらいなんだよね。ほぼほぼ、まあ、多少のレベルボーナスあるんだけど、だいたい8万前後なんだよね。で、攻撃力に関してもだいたいね200前後なんだけど、その基礎攻撃力がギガノトサウルスに関してはブーストされているんですね。
それがマジでやばい。プラスアルファで野生だけそういったブーストがあって本当にボス仕様になってるんだよね。テーム個体はそんなことないんだけど、まあ、強いっちゃ強いよ、強いっちゃ強いんだけど、さらになんかむちゃくちゃな強化を野生のギガノトはしてるから、その爆裂強い攻撃力で出血持ちでっていう形でガンガン攻撃されるとマジすぐ死んじゃうから、まあ、本当にね出血鈍足があるというこの噛みつきマジでやばいからご注意くださいっていう感じ。安易に噛みつきを食らわないっていうのは本当に大事になってきますっていうところですね。で次なんだけど、次はですねいつもトラップ引くときめんどくせえよなって思う事案なんですが、基本的にギガノトサウルスのヘイトって、まあ、攻撃する対象がめちゃくちゃ散らばるんだよね。めっちゃ散らばる。どういうことかっていうと、例えばさっき置いた石の土台がトラップの場所だとして、こうやって引いていこうとするじゃん。でこの引いてる間にめちゃくちゃいろんな他の周りの生物に喧嘩売るんだよねっていうのが起きるんですよ。今はねちょっとねあのめんどくさいけどデストロイかけて綺麗にしたから、まあ、 あの誰もいないのでまっすぐついてくるんですが、めちゃくちゃねあのね周りの恐竜に喧嘩売るから、なんか素直にこうトラップについてきてくれないんだよねっていうのがあるから、そこはね本当に注意した方がいいので、ある程度まあ砂漠とかにいたりね、あとは平原とかにいたりすること多いので、周りの敵はしばいて、であの綺麗に一本道をトラップまで作って持っていくっていうのがおすすめかなっていう感じで、あのこの中でポイントとしては、地上生物にヘイトが行きやすいっていうところがあるので、そこをね気をつけた方がいいかなと思いますね。なので飛行生物でただねあのなんか脳死でブワーって飛んでいくと、普通にねあのいつの間にか後ろでめっちゃ喧嘩して変なとこ行ってるから、しかもね移動速度速いから、もうどん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 別の他生物にヘイト取ってガンガン遠くにねあの戦争しに行っちゃうから、本当にねめんどくさくなっちゃうって形になるので、一応パターンとしては特性1としては地上生物に優先的にヘイトを引きます。でもう一個がやっぱりいろんな生物にガンガンヘイトを引くので、飛行生物で引く際は結構ねちゃんと見とかないと注意が必要ですっていう感じ。普通にねあのいなくなってたりするから、あれいないみたいな感じになっちゃうから、まあ、そこら辺の、 あの引き方、トラップへの引き方っていうのは注意が必要かなと思いますね。ただ単に普通の生物みたいにバーって引くと来るみたいな、そういった形じゃないですね。でさらに1個前の項目と合わせて、で来ないからっつって焦って近くに行くとガジってやられて出血されて、うわー鈍足わーで、その間にしばかれるみたいなっていうのはマジで普通に事故としてもう何回も何回も起こってるような現象だから、サバイバーに対しては。なのでそこら辺がマジで注意してくださいって感じ。結構ヘイト散るし、そんなヘイト距離長くないし、なんなら地上生物に優先的にヘイトが回るから、大体俺らトラップに行くときってまあ飛行生物多いと思うんね。なのでそういった点から、まあ、やはりねヘイトが切れやすく他に散りやすいっていう点は気をつけて見ておかないと、焦ってね、まあ、あの噛みつかれないようにしないといけないかなっていうところがポイントになってきますね。ということで最後の、項目なんですが、最後の項目はギガノトサウルスはいないです。はい何言ってるか意味わかんないと思うんだけど、はぁなんだけど、これどういうことかっていうと、ギガノトサウルスってあのスポーン確率、出る確率、出現確率がむっちゃ低いのね。むっちゃ低いので、あのそんないないっす。しかも高レベル厳選するときマジ大変、運ゲーです。もう完全に運ゲーなので、あのそこまで、まあ、期待はしない方がいい。いるときはいるし、いないときはいないっていうのが本当にね、その振れ幅が多分一番でかいレベルかなと、アークの中でもっていう感じなので、まあ、物欲センサーで、まあ、レックスの入れから出ないねとかいうのもあったりすると思うんだけど、そんなん比じゃねえから、ギガノトはマジでいないし、ほとんどね。でまあ確率自体も低いし、出るそのスポーンエリアもすごく、限られているっていう感じなので、まあ一回スポーンすれば強いから死にはしないんだけど、さらにレベルという運ゲーがね重なるので、低確率かける高レベルかどうかというね、運ゲーがあのダブルアップしちゃう感じになってますので、本当にね正直ね、ギガノトいないんですけどっていうコメントね定期的にもらうんだけど、いないんだよね基本的には。なのでちょっとそこは割り切った方がいいかな。いる確率の方が低いって感じね、まあ、いたらラッキー、高レベルだったら超ラッキー、じゃあ捕まえようぜっていうのが、まあ俺的な体感になってくるかな、サバイバー生活やってて。なので、最後はですね、元も子もないんですけど、ギガノトいないっす、運ゲース出るのっていう形なので、まあそこはねマジでいないから、そんなもんだというふうに、まあ、割り切るしかないっていう感じ。マジでいないからねっていう感じですという形なので、あとアベレーションにはそもそもいないから、はい、そこは気をつけてくださいね。
っていう感じなので、まあ、ちょっとね、残念ながら最後は本当にね自分の技術じゃどうしようもないねあれになったんですが、まあ、そのような形でやっていただければと思います。しっかりね昏睡管理して気絶が早いっていうのを心がけて回復がねでトラッパー金属にして出血の噛みつき攻撃をあんまり食らわないようにしてで地上生物にヘイトめっちゃ散るからちゃんとヘイトが取れてるかというところをね意識しながら脳死で引っ張らないというところ で最後に、いないという形になっておりますので、このギガノサウルスね結構ね癖がある生物で本当に難易度が高いですので、まあ、とりあえずね何回かテームしてからようやくだんだんね慣れていくようなものになるんじゃないかなというふうに思っております。ということで最後にですねおすすめのテーム方法というものをやっていきたいと思います。まあまずね見つけた前提の話ですね、見つけた前提の話でおすすめのテーム方法をやっていきたいと思います。でこれはね初心者用の話をしようかと思いますので、まあ特にねベテランサバイバーは好きな紙トラップ使って電撃麻酔弾でテームすればいいんじゃないかなと思っております。でまずね用意するものはトラップを必ず用意してください。でいろいろ紙トラップあるけど本当最初は、まあ、難しいことしないでいいから普通にボックス型の金属のトラップを作った方がいいと思いますので、まずねそれを作っていきましょう。はい、サクッとねちょっとねトラップ作ったんだけどこんな感じですね、まあ、金属の、まあ、できれば 3×3 とかがいいかなっていう感じ。結構ね横幅もでかいので、まあ、横3で縦3で、で高さは3段ですねっていう感じで333で揃えるといいかなっていう形になりますね。でスロープはねちょっと外に1個土台つけないとスナップなくなるので、まあ、ここには土台つけてますっていう形になってます。でまあこんな感じのボックスでいいと思うので、まあ、正直ね恐竜ゲートとかまあボードでやってもいいんだけど最初はまあ、自信がある人はやってもいいかなって感じで、まあ、手堅くいきたい人は普通にこういう風なトラップを作って、まあ、単純に引っ張って入れるっていうのをやればねいいんじゃないかなと思いますので、まあ、こういった単純な縦3段 の、まあ、下は 3×3 の広場のボックスですね、これでいいんじゃないかなと思いますね。最初は無理しない方がいいと思うので、まあ、とりあえずこんな感じで安定的に、まあ、拾っていくギガノトっていうのがいいんじゃないかなっていうところで僕は思いますね。ということで早速ギガノトね適当に出して入れていきたいと思っております。でまあね、ギガノトのポイントとしてはねマジで小回り効かないからしっかりねまっすぐね引いていくっていうのがポイントになるかな。ちょっとずれたかなあーって感じになるから結構ねそこら辺はしっかりですね連れていくっていうところが大事になりますね。ちょっとねこの助走部分が狭くなっちゃったから微妙だったんだけどマジでねスーパー大回りするので本当にねちょっとね誘導しづらいんだけど、まあ、そこら辺はちょっと頑張っていただいてという形にはなりますね。なのでまあそのような感じで、まあ、連れていくといいかな。見てこんなめっちゃ大回りするからねめっちゃバカみたいに大回りするでしょ。なのでそこら辺がね難しいポイントになってくるんじゃないのかなというふうに思っておりますね。でまあとりあえず適当に誘導して入れてという感じになりますね。でまあ入れると、まあ、とりあえずこれで一応封殺はできるから、まあ、攻撃が届かない範囲、まあ、攻撃範囲めっちゃあるからすごいね気をつけないといけないんだけど異次元のね背中ぐらいまでね当たり判定あるから気をつけないといけないんだけど、まあ、そんな感じで、まあ、封じ込めてあとはテイムをしていくというような感じになるかなと思いますね。でまあこれでねまあ大丈夫です。であとはですね本当に不安だったら近くに作業台とか置いてまあいつでもクロスボウが本当になくなったりしたら修理できるようにするとかっていう感じかな。であとはまあクロスボウ500本から600本ぐらいあればいいかなっていう感じで、クロスボウに関しては原始的な話をしてる今原始的な話ね。でまあ初心者の序盤みたいな感じの設定ね。でなのでそのぐらいの感じかな。であとはですねまあ、やっぱりクロスボウ自体も壊れやすいっていうところがあるので、まあ、10本20本持っていくのも全然ありだしで、まあ、500-600 の麻酔薬っていうのは持っていった方がいいのかなっていう感じ。全然使うからね。で麻酔薬に関しても10スタックとか20スタックかな20スタックあるとちょうど8万ぐらいの気絶値なので、まあ、大体8万ぐらいの気絶値を回復させる前提だといいと思いますので、まあ、そんな感じでまああれば、まあ、全然余裕かなという風な形ですね。であとはもう寝かせたら気絶値の管理をしっかりすることっていうのとあとは打ってる最中はできるだけミスらないように胴体を打つって感じかな。頭のヘッドショット倍率ないからどこにでもいいから一番でかい胴体にね当てとけばいいので、まあ、そんな感じで眠らせていくのが一番いいんじゃないかなと思います。ちょっとねコツとかはいろいろあると思うけどとりあえず入れて胴体打って寝かせて
で、あとは記述管理するっていう、この処方ね、まずね、最初はやった方がいいと思いますので、まあそこら辺含めね、まあとりあえずね、まあギガノトの、まあ、処方的な解説というところでやってみましたという感じですね。まあ、ぜひね、みんなもね、これはギガノトテームでやっちゃいかんだろうっていうね、危険な禁止事項とかね、あればね、ぜひコメントいただければ、ね、僕もね、落としてるとこあるかもしれないので、まあ、僕が思ってるね、トップ5というか、5000みたいな感じだったので、ぜひね、コメントとかいただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次のギガノートでお会いしましょう。バイバイ。